耳なし山口神社は、奈良県柏原市の耳なし山にある神社。山口神社とあるが山六ではなく山の八合目ほどの位置にある。大和国の山口社六社のうちの一社で、皇室の社殿用材を切り出す山の神として祀られていた。また、同境内には琴平神社、稲荷神社、白龍大臣も祀られている。安山にご利益があるとされる。 創建は定かではないが、古くは、正創院文書の正税庁の730年に、天皇より稲を賜ったことや、縁起式新名庁に大うこそとして、月次祭、新目祭りを応接買ったとの記載がある。また、806年や859年9月などに、天皇の剣士によって、雨乞いの神事が行われたと記録が残っている。1651年。 山の坊の村民が神木を切り、荒らしたことをきっかけに神社を中心にした山の管理や所有騒論が起こり、1702年、耳なし山天神橋機内の社耳なし山口神社とすることで決着した。その後、山の坊の村民は神霊を山の坊山口神社に先座している。この間、建物が消失するなど荒廃していたが、1748年8月、 耳なし村の氏子らが現在に残る本殿と拝殿を再建し、石原殿、木原、九ずぼ神河、常磐、山の坊地区の氏神として祀られている。奉納されている山岳、聖武天皇の神託によって創建されたという説がある。寺院神社大辞典。ありがとうございます。